座頭相撲とは、盲人同士、また、盲目の男性と西眼の女性との取り組みによる、相撲工業である。上記のいずれもが、影響2年、江戸両国で工業されたのが最初である。影響3年の、徘徊、時津風に、座頭相撲という題で、伸ばす手は撫でるようなる柳かなとあり、明和年間に、最も流行したらしく、怪談6、明和6年の項に、 戦争時系大盲の相撲、盲と女相撲とあり、何は見せ物年間名は六年の上に、南馬新地局場前にて盲人相撲、坂町裏にて盲人と女相撲とあり、同年の、俗段階に、当年両国境にて、座頭の相撲取りをいた次第に時やるとある。座頭が、土俵上で手探りで取り組む様がおかしがられ、当時の人々に喜ばれた。また、盲人男性と、 西岸女性との取り組みが一部の公職な常連の見物の評判を得て、座頭相撲の単独工業は行われなくなり、安永頃からは囚人監視の中で集大を演じることが再三あり、そのために禁じられた。文政になって、盲人と女性との相撲工業の一団が組織され、大阪下り江戸両国広港寺における工業が、文政9年、引き札に添えて番付を配り、 高い評判を博したが、その後、人気は、座頭相撲から女相撲に移り、ついに明治5年、男女相撲の見せ物が差し止められた。ありがとうございます。